SDP40 回は、6軸駆動の電気式ディーゼル機関車である。エンドにより1973年6月から1974年8月に、アムトラック向けの新製機関車として製造された。エンド 645E3 型16、気筒ターボチャージ式エンジンを搭載する。出力は3000馬力。SDP40 回はアムトラック向けとして、新造された。 最初の機関車である。それまでアムトラックのディーゼル機関車の大半はエンドの E シリーズと F シリーズで占められていた。これらの私鉄各社から継承した車両は長年十分な維持管理がなされていなかったために老朽化しており、差し当たって SDP40 階のような新型機が求められていた。SDP40 階は当時エンドの典型的なディーゼル機関車であった。 SD40 から2をもとに設計され、1973年夏より、翌年にかけて、総計150両が製造された。強幅の運転室が、一般的だった、当時の貨物機に対し、当時の一般的な旅客機と同様の車両全幅に、渡る幅広の運転席が設けられたのが特徴である。ギア比は57、20に設定され、時速100マイルの高速運転を実現した。 蒸気発生装置を2つ、そして1350ガロンの水タンクをエンジンルームの後部に備えた。これは当時多数を占めていた蒸気暖房式客車のための設備である。これらは仮にアムトラックが旅客列車の運行を取りやめても貨物機として簡単に改造をできるようにあらかじめ設計されていた。翌年、ミルウォーキー鉄道が発注した類似の機関車には エンド F40CE の名が用いられた。こちらは蒸気発生装置の代わりにヘッドエンドパワーを備えていた。1975年12月号のトレインズ誌で J. デビッド・イングルスは SDP-40 回をアムトラックの長距離列車の星と呼んだが、同期は高速運転中にしばしば脱線事故を起こし、1976年からはアムトラックの走行する鉄道各社が 速度制限を犯す事態となった。連邦鉄道局の記録によると、1976年半ばまでの時点で13件の脱線事故が SDP40 回に起因して発生したとされている。アムトラック、フラ、製造元のエンドが大規模な調査を行ったものの、原因究明には至らなかった。蒸気発生装置と水タンクがエンジン工法の過重超過を招いた可能性も、 推察された。後に、フラは多くの列車で、機関車の直後に連結されていた軽量の荷物車が、重量級の SDP40 回の直後に、連結されることで強振を起こしたことがこれらの、脱線事故の原因であると結論付けている。また、一部路線の軌道の状態が貧弱であったことも、これらの脱線事故の一因であった。後継の F40BH。 後ろにサザンパシフィック鉄道の SD45 とアムトラックの SDP40 回2両が連なる4、10連1980年代後半、カリフォルニアで貨物輸送に使われた SDF40 から 2K5261 号機。結局、SDP40 回はアムフリートのような蒸気暖房によらない客車の登場により、蒸気暖房客車と共に徐々に置き換えが進むことになる。 SDP40 回はヘッドエンドパワー方式への改造も考慮されてはいたもののそのための改造費や期間の更新時期がネックとなりアムトラックはヘッドエンドパワーを備えた万能機械 40PH により SDP40 回を完全に駆逐することとなる1970年代後半アムトラックは SDP40 回を エンドに下取りに出し、より多数の F40PH を導入することができた。結果、回 40PH の増備に伴い SDP40 回は1985年までにアムトラックにおける営業運転から退いた。サンタフェ鉄道2乗と改修の上で SDF40 から2と解消した車両も存在したが、2002年までには全社員退し、大半の車両が カンザス州トピカで2004年までにスクラップにされた。なお、アムトラックではサンタフェ鉄道から SDP40 階と引き換えに43両のスイッチャーを獲得している。SDP40 階は3台のみ現存する。うち1台は元アムトラック644号機でダイナミックレールプリザベーションが保有している。これはユタ州オグデンにて展示されており、 将来的に後年追加された装備を除去しアムトラック導入時の姿に復元する計画を立てている。残る2台は元アムトラック509号機と609号機であり、大改造の上運輸技術センターがコロラド州プエブロ近郊の試験場に有している。ただしセンターがこの機関車をどのように扱っているのか、また今後どうするのかについては不明である。 以下のリンクは突起なき限りすべて英語である。ありがとうございます。